カピバラさんのエリアを作り直しました。ちょっとは良くなったかな。コメントを頼りに池や温泉の周りを岩で囲ってみました。寝床は人様が作った和風建築をくり抜いてます。歌声を並べたよ。運が良ければカピバラさんが3匹並んでお湯を浴びる様子が見られます。温泉はこうなりました。池の底に餌をまくマシンを忍ばせてるんだけど、相変わらず誰も寄りついてくれません。場所が悪かったのかな。建物の外壁には思いを綴った手紙を持ったリッカちゃんと、優しく背中を押すカリン先輩。カピバラさんと関係ある。カピバラ、アヒララ、ラフレラ、ラブレター。何言ってんだこの子は。さて今回はディグダの前の空き地、ここ全部を飼育エリア化します。全部さすがに広すぎない？それが狭いくらいなんだよ。地面の高さもだいぶ下げてる。大きな動物さんなのはわかるけど、キリンさんとか。ああ、キリタン惜しい。正解はこちらです。豆。うわー、なんだこりゃ。ジュラ紀の終わりに生息していたマメンチサウルスさんです。キリンが惜しいどころの話じゃない。てかこのゲーム恐竜いたの？有志によるモッドだよ。公式じゃ配信されていない生物でもこうしてゲーム内に登場させられちゃうのだ。なんでまた恐竜を？ディグダが近くにいると恐竜でも小さく見えそうってコメントあったから。実際に並べたわけだ。マメンチサウルスさんは頭から尻尾まで35メートル。ディグダがいかに大きいかがわかるね。さすがポケモンだな。ところでなんかスタックしてるっぽい。大きすぎる生き物だからゲームと噛み合ってないのかもね。あちゃーん。てなことで比較も済んだので恐竜は絶滅しました。動きそうもなかったしね。改めて今日の開拓を始めよう。場所はパンダさんのお迎えにするね。フェンスでエリアを囲ったなら、フェンスの高さをちょっと高めに設定しよう。脱走防止だね。でも広さ的に大型巫女じゃないだろうし、となるとジャンプ力のある子でも呼ぶのかな。さすがキリタン鋭い。こんな感じに出来上がったので早速動物さんをお招きしよう。でーん。この子は公式未配信かな。多分モッドさん、サイバルキャットちゃんです。猫かだー。軽く脱走できそうな場所ですね。ちょっとその気になればピョーンと行けちゃいそうです。脱走経路は問題なしって確認済み。気を使ってくれてるようです。ゲームとはいえこの姿勢のままでパイプ登るのはシュールだな。動物さんに適した遊び道具とかはゲーム内で検索できるんだけど、モッドの動物さんだと検索に引っかからないから、とりあえず同じ中型猫科のユキヒョウさんを参考に遊具を設置してます。ただサイバルちゃん、こすりつけマットになびかないのがちょっと残念。 JK との触れ合いは見られなかったか。キリペディアの適当解説コーナー。適当じゃないこともあるもん。サーバルはですね、主にサバンナに生息する猫科の美人枠です。細くしなやかな体つきと鮮やかな毛並みが目を引きます。にゃお。猫科だけあって基本は単独で行動しますが、ペアで過ごすこともあり、縄張りに他のサーバルがいても怒ったりしません。中型猫さんは寛容ですな。若干ヤクサが生えている場所で身をかがめ、ジャンプ力ですかね、遠くから飛びかかって鳥などを捕まえます。本来夜行性ですが、生息地に適応し昼間に行動したり、猫科に珍しく果物を食べることもあります。頭浮かせて眠ってるぞ。多分だけどこのモッド、ゲーム内のライオンを元に作られてるね。ライオン頭大きいから、それを細身のサーバルに当てはめるとこうなるわけだ。個人でペットとして飼うことは可能ですが、届け出が必要だったり、1日2時間までしか檻から出しちゃいけないなどの決まりがあります。いくら中型で頭が良くなれれば猫とそう変わらない動物といえど、ペットとして考えるとやはり大きな肉食獣ということです。設定の力で群れても大丈夫なようにしてるから、サーバルちゃんがいっぱいだ。
みんなはユキヒョウみたいな短足モコモコとサーブルみたいなシュッとしたスタイルとどっちが好きかな？どっちも大好き。ついに外部モッドに手を出した小春動物園、今回のこれが初めてのモッド導入だから、前回冒頭に話した生ける屍たちはゲーム自体の不具合ということです。命を歪めちゃいけないってことですな。